エディアーバイン、エドムンドエディアーバイン、エドマンドエディアーバイン、1965年11月10日帯はイギリス出身の元会一ドライバー、独身。北アイルランド生まれ、フォーミュラフォードやイギリス海産選手権などで活躍し、1988年のマカオ GP でポールポジションを獲得。1989年にパシフィックレーシングから、 国際会3000へ参戦し、1990年にエディ・ジョーダン・レーシングへ移籍。しかし、会一へのステップアップは果たせず、1991年より日本へ渡る。1991年より、新興チームのセルモから全日本会3000選手権へ参戦し、メインスポンサーであったコスモ石油カラーのマシーンを3、シーズンに渡りドライブした。当時の全日本会は、 ブリジストン・ダンロップ、横浜ゴムの3社によるタイヤ戦争が起こっており、AA ボンのワンメイクだった国際会3000に、比べはるかに高いグリップレベルのタイヤを使いなすことが要求されていた。外国人ドライバーの多くが日本特有のスーパーハイグリップタイヤの使い方に苦戦するが、アーバインはセルモ代表の佐藤正幸の指導を受けながらダンロップタイヤーザーのエース格に成長する。 初年度はランキング7位。1992年は8位。1993年は最終戦まで星野和義と壮絶なチャンピオン争いを演じ、総得点で星野を1点上回ったが、有効得点では同点となり、優勝回数の差、星野2勝、アーバイン1勝でチャンピオンを逃した。また、トヨタ系のサードやトムスのドライバーとして、 グループ C の全日本スポーツプロトタイプカー、耐久選手権に参戦し、ルマン24時間レースにも1992年から3年連続で出場。中でも会一デビュー後となった1994年のルマン24時間には、日本時代の親友であり、わずか数週前の1994年3マリの GP にて、自己死したローランド・ラッツェンバーガーの大役として出場。 サードチームは終盤までトップを改装するも、ミッショントラブルから3位に後退。最終ドライバーを任されたアーバインは予選並みのハイペースで失踪し、ファイナルラップで2位を奪還する熱い走りを見せた。レース後には、ローランド、ラッツェンバーガーがいれば楽勝だったとのコメントを残した。このレースでのチームメイトであり、やはり日本時代に信仰を深めていた。 ジェフ・クロスの符も1996年にレース中アクシデントで絶命し、アーバインは大きなショックを受けたという。日本での活躍が評価され、1993年日本 GP にて国際会3 0時代のフルス・ジョーダンのセカンドシートを与えられ、会一デビュー戦にして予選8位、決勝6位入賞という結果を残す。この日本 GP 決勝直後アーバインは、 クレームをつけに来たアイルトン・セナに大打されかかるという事件があった。レース中に周回遅れのアーバインがラップリーダーのセナに対し道を譲らなかったこと及びファイナルラップに勝利を確信したセナのクルージング中にアーバインがセナをパッシングしたことに対するクレームであった。なお、この事件は周囲の懸命な政治により未遂であるにもかかわらずアーバインは セナに殴られたと触れ回ったため、新聞にはセナ、アーバインにパンチという見出しなどで掲載され、かつてはセナに憧れ、自らのヘルメットもセナのデザイン、ブラジル国旗をモチーフとしたものを真似ていたが、この事件以前にセナから異常圏の侵害であるとクレームをつけられたことあり、関係が悪化していた。日本 GP での活躍が高く評価され、年からは、 ジョーダンのレギュラードライバーとなる。開幕戦ブラジル GP で多重クラッシュの原因を引き起こしたことで、事前出場停止処分となったが、これに控訴した結果さらにペナルティが加算され、参戦、出場停止という厳罰を受けた。この件は、前年のセナトの問題で、FIA 法廷に被害者として出廷した、サイノアーアバインの態度が不損かつ無礼なものあったことに、対し、 FIA が急を据えたのではないかとも言われている。若手のホープとして職望されていたチームメイトのルーベンス・バリチェロを予選で上回ることも多く速さは周知のものとなものの歯に衣着せぬものいいで他のドライバーの悪口を口にしてしまうなど悪い癖もあり、第12戦イタリア GP スタート直後にジョニー・ハーバート、ロータスの背後から追突し混乱させ、また、 第13戦ポルトガル GP の予選中にデーモンヒルのマシンを横転させるなど、それぞれ赤旗の原因を作るなど当初は危険なドライビングをするドライバーという印象が定着しいた。1995年も引き続きジョーダンから参戦し、カナダ GP では3位入賞を果たし、初の表彰台を獲得する。1996年、 現役チャンピオンのミハイル・シューマッハがフェラーリへ移籍し、そのチームメイトを誰が務めるのか注目される中で、アーバインに白羽の矢が立った。ジョーダンとは残留契約がまとまっていたが、金銭トレードの形で名門に迎え入れられることになった。開幕戦のオーストラリア GP では、予選でいきなりシューマッハより上位につけ、決勝でも3位表彰台を獲得したが、 結局開幕戦がこの年のハイライトになってしまう。一石初年度はマシンの信頼性に苦しみ、テストも満足にさせてもらえず、成績も低迷した。1997年以降はテストやセッティングに関しても望むものを得られ、1997年日本 GP ではシューマッハとジャック・ビル・ヌーブのチャンピオンが争いにおいて、勝手知ったる鈴鹿の特徴を生かして、 ビルヌーヴを牽制する汚れ役をこなし、その仕事しぶりからベストセカンドドライバーと称された。1999年には開幕戦をオーストラリア GP で会一初優勝を遂げたが、立場的にナンバーに扱いは変わらなかった。しかし、イギリス GP のクラッシュでシューマッハが骨折し長期欠場に追い込まれると、代役エースとして、 チームの全面サポートを受けることになる。マクラーレン勢の失速や大役のミカサロのアシストにも助けられ、続くオーストリア GP、ドイツ GP を連勝してポイントリーダーに浮上し、マクラーレンのミカハッキネンとデビッド・クルサード、ジョーダンのハインツ・ハラルド・フレンツェンと4つともへのチャンピオン争いを演じた。ヨーロッパ GP ではタイヤ交換で、 ピットにタイヤが用意されていないというドタバタを演じるが、マレーシア GP では復帰した、シューマッハのアシストでシーズン4勝目を挙げ、8ネンを4点リードして、最終戦に本 GP を迎えた。しかし、予選でクラッシュして、決勝も3位に終わり、優勝した8ネンにポイントで逆転され、ランキング2位に終わった。フェラーリの16年ぶりとなる。 コンストラクターズチャンピオン獲得に大きく貢献したが、このシーズン限りでチームを去ることになった。アーバインは、イ一キャリアの中で一度もポールポジションを獲得したことがなく、1999年は、ポールポジション獲得経験のないチャンピオンが誕生しかけたシーズンでもあった。また、1999年シーズンに、 アーバインが挙げた4勝のうち2勝はチームメイトから譲られた勝利であり、ドイツ GP でチームオーダーを受けてくれたミカサロには感謝の印として優勝トロフィーを追っている。2000年にはスチュワートから発足したジャガーと3年契約を結び移籍した。フェラーリ時代とは違い、エースドライバータイグルで迎えられ、髪をブロンドに染めてイメージチェンジし、チームにちなんで、 ヘルメットデザインもジャガー柄に変更するなど意気込みを見せたが、チーム体制移行初年度のゴタゴタやマシン開発の失敗により、チーム成績は低迷する。思うような走りはできなかったが、2001年のモナコ GP、2002年のイタリア GP で3位入賞を果たす。このレースではフェラーリが1から2フィニッシュを達成しており、元フェラーリであるアーバインが共に表彰台に上った。 ことになった。2001年のベルギー GP では、元チームメイトのルチアーノ・ブルティと接触し、ブルティは大クラッシュ。リタイアしたアーバインは、ブルティの救出活動を手伝ったが、ブルティは、その後負傷欠場に追い込まれた。3年契約の最終年の2002年をもって、チームを放出される。シーズン終了後、一時、来季は、冗談で走ると言われたが契約が破断し、 2002年、限りで、現役引退した。引退後、アメリカ・マイアミに住居を構える。全日本会参前参戦中は日本語が全く、できなかったため、テレビはずっと CNN など英語が聞けるニュースや、経済番組しか見なかった。そのため、現役時代より不動産などの投資に長けており、現在も投資を続けている。その資産は、2008年3月時点で2億4。 500万ユーロ、約384億円とも言われ、これは北アイルランドスポーツ長者番付ではト突である。また、映画の脇役で銀幕デビューも果たしている。2005年には、カイジへの新規参入チームをめぐるニュースで、アーバインの名が取り上げられたが、実現はしなかった。アーバインはイギリス、連合王国に属する北アイルランドの出身であるが、自らは、 アイルランド人であるというアイデンティティが強く、1995年、カナダ GP で初めて会一の表彰台に上った、時にイルランド国旗を形容した、これは主催者側が用意したものではなく、アーバイン自身が持参もしくは、アイルランド人オーナーのエディ・ジョーダン側が用意したものと、言われている。これがロイヤリスト、ユニオニスト過激派の激励に触れ、殺害予告をされるほどの問題になった。 この時以来、アーバインは自らがイギリス国民であると交渉し、表彰式の際もイギリス国旗を掲揚するようになった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。